この世界では全ての NPC が AI 化されている。つまり彼女は自分の意思でジェネシスと行動を共にしていることになる。彼女にとってそれが最良の選択なのか。怒っていますか？いや、ちょっと考え事をしていたんだ。難しい顔をしていました。その顔を見ると私は心配になります。つまり元気出してください。ああ、そうだな、ごめん。プレミア？どうしたんだよ、急に腕にしがみついてきて。こうしてぴったりしてあげると、あなたは以前元気になったという話をアスナから聞きました。アスナさん、何を教えているんですか？ふん、二人でデート中？アスナさんに言っちゃおうかな。違うって、これはむしろアスナのせいというか、なんというか、とにかくプレミア離れて。元気になりましたか？なった、元気になったから。では、ところでシノニー、リーファ、二人はクエストの帰りか？強引に話を変えたわね。まあいいけど。プレミアの次のクエストを探しに行ってきたのよ。ジェネシスに先を越されないためにも情報は集めておかないとね。そうだな、あいつを放っておくわけにはいかない。それで何かつかめたか？へへん、バッチリ情報を手に入れてきたよ。とある野営地に聖石らしきものがあるっていう話が出てきたの。といってもこれ以上はプレミアについてきてもらう必要があるから、情報はここまでなんだけど。そうか、じゃあこれからプレミアとその野営地に行ってくるよ。だったら私たちが案内するわ。いいのか、戻ってきたばっかりなのに。大丈夫だよ、そのために急いだんだから。それにプレミアちゃんと二人きりにするといろいろ心配だし。おい、だから誤解だって。じゃあ行きましょう。ここか。ビンゴね。私たちが来た時はただの空き地だったのに、プレミアを連れてきたから野営地になってる。インスタンスマップってことだな。でも県外なんだね、ここ。他にも県外村とかあるし、そうした場所は珍しくないよ。へえ、そうなんだ。それじゃあ早速聞き込みをしてみましょうか。すいません、成績について聞きたいんですけど。よそ者であるあなたが一族の守りである聖なる石にいかようか。その聖なる石っていうのはこれと同じものですか？それはまさしく聖なる石。なぜあなたがそれを？おお、我らの聖なる石が輝いている。もしやそちらの方は？私ですか？あなた様は言い伝えに登場する女神様では？キリト、私は女神ですか？多分。じゃあ女神です。女神や伝承といったクエストの情緒が。おお、
やはりそうでしたか。我々の住む村は数ヶ月前に魔物に襲われました。しかし一族に伝わる言い伝えを信じ、こうして逃げ延びてきたのです。大地が魔物で覆い尽くされる時、必ずや魔物に立ち向かう者が訪れるであろう。その時は村の守り神である聖なる石を託しなさいと。この辺の話は元々のプレミアのクエストなのかしら。おそらくな。今の話と大地切断との関係はないと思う。あくまで必要な部分だけ改変したんだね。崩壊シミュレーションモジュールっていう独自稼働プログラムは。いや、しかしお待ちください。ん？なんだ？確か言い伝えにある女神様は双子のはず。もし本当に女神様であれば、もう一方もお連れください。だそうです。なるほど。なんか急に話が切られたわね。本来なら二人の女神が揃っている状況で話しかけるはずのイベントなんだろうな。でも女神が二人必要だっていうイベント条件はこちらとしてはありがたいね。確かに、これならジェネシスも成績を手にすることはできないからな。けど安心ばかりしていられないわ。あいつは強引に二人の女神を揃える可能性があるもの。それってプレミアちゃんを無理やり連れていく可能性があるってことだよね。ああ、だから絶対にプレミアを守らないと。ひとまず女神一人だけじゃイベントが進まないのは分かった。一旦町に帰ろう。ジェネシスがどう出るか冷静に見極める必要がある。何やってんだアルゴ、キョロキョロして。わあ、どうした。はあ、なんだ、驚かすなよ。普通に話しかけたつもりだけど、何を警戒しているんだ。犬っころだ、俺っちについてきていないかと思ってな。また犬が絡むクエストを見つけてきたのか。違う、町にいる犬っころに追いかけ回されたんだよ。犬に好かれているな、アルゴは。迷惑千万だ。やっぱり苦手なのはそう簡単に治らないんだな。簡単に治るなら苦労はしてないよ。でもワン吉のクエストは最後まで続けてくれたな。まあな、俺っちは情報屋だから、未知のクエストとあれば多少の無茶もするさ。それにゆいちゃんがワン吉の面倒を見てくれていたしな。おかげで俺っちじゃ絶対に得られないような情報も知ることができたよ。アルゴじゃ得られない情報？報酬アイテムのステータスは数値だけじゃないってことだよ。なかなかできないいい経験をさせてもらって、ユイちゃんには感謝だ。なあ、俺もユイにはいい経験をさせてもらったよ。こ
これからもまたそんな数値に変えられない情報に出会えたらいいなと思うよ。そうだな、探していこうぜみんなで。よう、ゆい。こんにちは、パパ。それはワン吉の首輪か？ワン吉のことを思い出していたのか？はい、ワン吉とはたくさんの思い出を共有しました。そっか。なあ、ゆい、少し一緒に散歩しようか。わあ、嬉しいです。一緒にお散歩しましょう。ワン吉のクエストをやっている人を何人か見かけました。アルゴが広めたからな、ユイからのアドバイスも含めて。私の情報が皆さんの役に立っているといいのですが。俺も実際、公園で犬と戯れるプレイヤーや散歩して歩くプレイヤーを見たよ。きっとみんな犬との大事な時間を過ごしているよ。一緒にいるだけでとっても楽しいですからね。アルゴさんは犬さんが苦手なのに最後までクエストを続けてくれましたね。アルゴには感謝だな。あいつはなんだかんだで優しいんだ。一緒にお散歩したりして楽しかったです。なあ、ワン吉の首輪を俺にも見せてくれないか？はい、どうぞ。絆のコレルレザーブレスレットか。絆というのは人間同士のつながりという意味でよく使われますが、本来は動物をつなぎ止める綱という意味があるんです。へえ、そうだったんだ。ですが、このアイテムにつけられた絆という文字は人と動物とのつながりという意味でつけられていると思います。私とワン吉がそうだったように、皆さんにも犬さんとの絆が生まれるといいのですが。きっと強い絆を作っているはずさ。はい。ストレアじゃないか。ハロー、キリト、一人でお散歩？そんなとこだよ。何かクエストでもないかって思っていてさ。ねえねえ、せっかく会ったんだし一緒になんかしようか。別にいいぜ。じゃあクエストはやめてレベリングとかでいいか？うん、いいよ。レベル上げなら一人よりも二人だよね。それに豊満なバディのお姉さんが一緒の方が癒しにもなっていいでしょ。豊満なバディはともかく、黙々とモンスター狩りをするよりは仲間と一緒の方がはかどるよな。だよね。それじゃあレベル上げに出発。はっ。
今のところは。それにしてもこの狼動きが速くて手強いな。さっき気になるモーションをしてたから。まだ本当か。ストレアが言っていたのはこのモーションか。しまった、突進が速すぎてかわしきれない。これはまあひどく、やばい。やあ、いっちょ上がりっと。ストレア、ありがとう。あれ、麻痺しちゃった。ああ、ストレアが言っていた攻撃をまともに食らっちゃって。悪いんだけど、麻痺の回復アイテム持ってないか。あれ、ごめん、持ってないや。そうか、それなら溶けるまで待つしかないな。じゃあ動けるようになるまで私が守ってあげるね。ありがとう、ストレアについてきてもらってよかったよ。どういたしまして。それじゃあ頭を乗っけてっと。って、おい、ストレア、何してんだよ。ストレア、何って解放だよ。守ってあげるって言ったでしょ。いや、守るっていうのはモンスターがポップしたら倒してくれるとか、そういうことじゃないのか。もちろんそれもやるから安心して大丈夫。胸が当たってるってば。だって解放しようとすると当たっちゃうんだもん。それに、あのな、あのストレアさん、リアルだとこの辺に心臓ってあるんだよね。トクントクンってしてるって。心臓は心と表現されることもあるんだよね。聞いてみたいな、みんなの心の音。なあストレア、心の音っていうのは聞くものじゃないと思うんだ。そうなの？なあ、聞くんじゃなくて感じるものなんだよ。驚いたり悲しんだり喜んだり、それはきっとこの VR の世界でも同じはずだ。そうなんだ。じゃあ私の心の音もみんなは感じられる？もちろんだよ。本当？嬉しい！だから胸が当たってるってば。心の音感じ取って。だからそういうことじゃなくて。異様に疲れた。なんで？ちゃんと解放してあげたのに。解放が疲れる一番の原因だったからだよ。じゃあもっと癒してあげるよ。あー、近いって。また胸が。ストレアはとりあえず癒しと胸を切り離して考えてほしい。
だ。